リッチ・スワンはアメリカ合衆国のプロレスラー。メリーランド州ボルチモア出身。2005年14歳の時にペンシルベニア州ヨークでアダム・フラッシュ、ダレン・ウェイス、レイ、アレキサンダーの下でトレーニングを積む。2008年にデビューし、リッチ・マネーやエル・ネグロ・ミステリオのリングネームで活動を開始する。2009年にスワンは コンバットゾーンレスリングのトレーニングスクールに入り、DJ ハイド、ドリュー・グラック、ラッカス、サビアンの下でトレーニングを積み、5月にサビアンを相手にダークマッチするが負けている。スワンはクリス・ヘイローを相手にメインに出場し、勝利している。2010年1月にスワンとライアン・マクブライドは、アイリッシュドライブバイというタッグを組み、スパニッシュアルマダ、2月には、 スイッチブレードコンスピラシーを破っている。勢いをつけ、CZW 世界タックチーム王座へ挑戦できる権利をもらい、3月に挑戦するが獲得には至ってない。その後は勢いを落とすことなく、ノトリオースインク、ガーデンステーツゴッツ、チーム、マックションに勝利している。8月にドリュー・グラックの CZW ワイルド TV 王座に挑戦している。 9月にマックブライドと CZW 世界タッグ王座へ挑戦できるトーナメントに参加するも準決勝のフィリーズ・モスト・ボォンテッドに敗れてしまっている。その後しばらく活動した後一時離脱、離脱を経て11月に復帰。翌年1月にサミキャリハンの持つ CZW 世界ジュニアヘビー級王座に挑戦するが獲得できなかった。2012年入ると 日本での活動が増えたために CZW での活動が減るようになってしまったが8月に復帰し新人のシェーン・ストリーランドとの復帰試合で負け構想を開始している11月に昼と夜に興行がある日に昼の部ではマサダの持つ CZW 世界ヘビー級王座に初めて挑戦し夜の部では CZW ワイルド TV 王座へ挑戦するも、いずれも王座を獲得には至らなかった。12月のケージオブデスフォーティンで、スワンが勝利している。2010年7月にドラゴンゲート USA の PPV であるエンター・ザ・ドラゴン2010に出場し、スコット・リードを破っている。9月にはエボルブに登場もしている。その後は、チャック・テイラー、ブロディリー、ホミサイドを、 オースチン・エイリースと対戦している。その後スワンは、チャック・テイラー、ジョニー・ガルガノと、ロニンというヒールユニットを形成した。しばらくはヒールとして活動していたがシーマ率いるブラッド・ウォリアーズと交想を開始し、同時にベビータームする。3月にスワン含めてロニンは、ドラゴンゲートのツアーに参加するようになる。ツアー中は、ブラッド・ウォリアーズとの試合を主にこなしていた。 4月に USA の PPV である Open the Ultimate Gate 2011でエイリースロア開始、ロニンに合流するかと思いきや、エイリースはヒールターンし、ブラッドウォリアーズに加入する。6月のフィアレス2011でシーマと対戦するガイリースの妨害に遭い敗北。2日後のエンターザ、ドラゴンではガルガの吉野正人とタッグを組み、シーマ、エイリース、 ブロディリーと対戦している。2011年6月にツアーに再び参加し、ブラッドウォリアーズと構想しているジャンクション3に加入する。7月に谷崎直樹の持つブラッドカリーアーズ認定ブレイブゲートに挑戦するも敗北してしまう。2011サマーアドベンチャータグリーグではガンマと組出場している。ツアー中にコメディ戦線にも加入し、リッチ、市川や スワン本性を名乗り、11月には、オープンザ、お笑いゲートを獲得している。11月中旬に、USA のイベントのために、アメリカへ帰国。このイベント中に、路人に圧力が生まれる。13日のフリーダムファイト2011では、チャックテイラーとのタッグマッチながらも、戸沢明からホールを奪う大金星を挙げた。再び日本のドラゴンゲートのツアーに参加するために、来日。 ツアー最終日には、ドラゴンキットとガンマとのタッグで、クジー、ドイシゲキ、谷崎直樹の持つオープンザトライアングルゲート王座に挑戦している。試合後に、戸沢明に襲撃されて、お笑いゲートのベルトを奪われてしまう。スワンは2012年1月に登場、ブラッドウォリアーズとジャンクション3の敗者解散マッチに、ジャンクション3側で参加している。翌月に、 ワールドマイナス -1 インターナショナルに加入。3月には一時的に帰国して、ドラゴンゲート USA と CZW の合同イベントに参加。合同イベントの翌週には、USA のオープンザ・アルティメット・ゲート2012に出場する。また、このイベントの日にジャック・テイラーがカルガノを攻撃し、ニ人は解散となる。3月末にマーキュリー・ライジング2012の6。 ウェイマッチに出場している。4月にドラゴンゲートのツアーに参加するために来日、スワン本戦として登場。PPV のエンター・ザ・ドラゴン2012にワールド -1 インターナショナルのリコシェと共に AR ・フォックスとシーマの持つオープン・ザ・ユナイテッド・ゲート王座に挑戦するも負けている。11月のチャック・テイラーの2連戦を1勝1敗で終えている。2009年11月に ホームタウンのメリーランドチャンピオンシップレスリングに参戦し、アダム・カレルが持つ MCW レージテレビジョン王座に挑戦するも負けている。同じく11月にジャージー・オール・プロレスリングに参戦し、トレーナーである DJ ・ハイドと対戦するが前線虚しく負けている。2010年の3月に再び参戦し、バンディード、ジュニアの持つジャポ、ライトヘビー級王座に 5A 形式で挑戦するが、 獲得はできなかった。2010年1月にスワンはリンスドラドを破り、プロレス初のタイトルである RCW クルーザ級王座を獲得。一度はスカルを相手に防衛するが、6月にスティーブ・ディアス、スカルの3ウェイラダーマッチでディアスに負けタイトルを失っている。4月に力に参戦、レイレバラドースのオープニングマッチである4ウェイに参加し勝利している。 11年2月に再び参戦、力ヤングライオンカップを持つファイトメアに挑戦した。11月に、ドイツの団体である、ウェストサイド、エクストリームレスリングに参戦、ベルントフォール、クレックエクセレント、ザックセーバージュニアと組んで8人タッグに出場し、勝利している。2012年10月にプロレスリングゲリラに参戦して、ロデリックストロングと対戦しているが負けている。 12月に再び参戦したが、エルジェネリコに負けている。12月には、メキシコの団体である、ディザスター・トータル・ウルトラ・バイオレットに登場し、トリプル a 世界クルーザー級王座に挑戦するも、獲得できなかった。NXT2015 年9月1日、WWE と契約を交わして入団することが発表された。10月28日、公式に入団することが決定し、 育成施設である WWE パフォーマンスセンターでトレーニングを開始。同月30日、参加団体である NXT の NXT ライブにて、ハロウィンコスチュームバトルロイヤルにてデビューを飾った。11月20日、リディック・モスと対戦するが敗戦。12月3日、アレクサンダー・ウルフと対戦して勝利。2016年1月9日、NXT ライブにて、 クリス・ジラードと対戦。最後にホッピング450度を決めて勝利。同月20日、NXT にて初登場を果たす。バロン・コービンと対戦。序盤より攻められるが、スワン・ケーンなので構成を逆転すると、ドロップキックの連発から、スピニングスーパーキックを決めてホールするが3カウントを奪えず、最後はディープシックスを決められ敗戦。 WWE 2016年11月29日、WWE205 ライブで、WWE クルーザー級王者のブライアン、ケンドリックと王座戦を行い、スピンキックを決めて勝利。ベルトをダッシュした。2017年12月、妻であり、シューヤンのリングネームで活動する女子プロレスラーのバナラ・リックスに対して、夫婦喧嘩の末に暴行及び監禁の罪を、 犯したとして逮捕され、WWE から無期限の禁止処分を受けた。2018年2月15日、WWE から解雇になった。2018年6月より、インパクトレスリングに参戦。2019年1月6日、ブライアン・ケージの返上したインパクト X、ディビジョン・王座をめぐって、トレー・ミュゲル、ジェイク・クリスト、 E3 ページとのアルティメット X 戦を制して体感を果たした450度スプラッシュプランチャーパイルドライバール。ありがとうございます。